チャンネルの赤妻由心です。毎週金曜日にですね、私のこのチャンネルで飛び出せ動物の森アミーボプラスの、ゲーム実況させていただいておるんですけども、皆さんの評判はそうでもないんですよ。正直再生回数も他の動画と比べたらあんまり伸びないし、まあ高評価数もコメント数もあまり多くないんですけど、私がすごい楽しくなっちゃって、なんとこの度攻略本買いました。このね、600ページ以上にもわたる分厚い本、もうね、これね、枕にできるんとちゃうかぐらいのもうでっかい本、まあ、1200円で買ったんですよ。分厚い、超分厚いんだけどね、この閉じた時にこんな音が鳴る本、マジで私の家にこんな本一冊もないですよ今までね。まあ、こんな本買っちゃうぐらいに楽しいんですよ。で、まあ、私が今までプレイしてきたゲームってポケモン、イナズマイレブンとかあんまりやってなくて、実は私マリオシリーズのゲーム一回もやったことないんです。スーパーマリオとかマリオカートとかマリオテニス、マリオバスケ、なんかマリオルイージなんとかとかも、ほんと一切マリオに触れてなかったんですけど、私すごい特殊ですよね、マリオとかやったことないって言って。皆さんは逆にどんな、まあ、子供時代、まあ、今子供の方もいるかもわかんないですけど、皆さんが子供時代ってどんなゲームをプレイしてたのかなとか、どんなハードでゲームやってたのかなっていう。私はかなり最先端な世代だと思うんですよ、自分の中では。DS。私が小学生の時は、みんな周りは DS ライト。私が初めて買った DS は DSi でした。カメラ付きのね。DSi で。で、その次 3DS。3DSLL。で、今 2DS とかさ、Wii U とか出てるじゃん。皆さんはどんなハードでゲームをプレイしていたのかなとか。あとは、どんなカセット。今、手元に、私が、小学生時代めちゃめちゃプレイしてたゲームソフト持ってきました。はい。稲妻イレブン2ファイヤー。これめっちゃやってたわー。熱い。で、これ、まあ、これ、マリオかな？メイドイン、ワリオ、触る。これはなんか、いとこにもらったんですよ。いとこにもらってずっとやってます。こんな感じで、あと、稲妻イレブンと、ポケモンね。私が初めてポケモンプレイしたのは、ブラック。で、その次がソウル、シルバー。で、赤、青。こんな感じです。皆さんがやってたゲームなんだろうっていうのがちょっと気になるんで、ぜひ、コメントよろしくお願いします。まあ、今日の動画は実はそれだけなんですよ。ただ、今回報告したかったのは、私はめちゃめちゃ楽しい。動物の森。結構編集してても、収録してても、私はすごい楽しいんですよ。この飛び森実況が。なんで、まだ見切れてないよっていう方はぜひ見てほしいです。はい。ここまで私はガチで、これから動物の森やっていこうと思ってますので、ね。どんぐらい続くかな、あのゲーム実況もね、ちょっとわかんないんですけど、飽きるまでやりたいと思います。で、ここまでやったら飽きないでしょうね、多分ね。って感じなんで、ぜひ、皆さん、ゲーム実況のコーナーもぜひ見てほしいです。あとね、どんなゲーム実況してほしいかもぜひコメントでよろしくお願いします。そして、皆さんがやってたゲームってどんなんなのかなっていうのも純粋に気になったんで、はい、ぜひコメントよろしくお願いします。ということで、以上、かきとまチャンネルの赤妻由心でした。たったー。あ、そうだ、前、先週の生放送で沖縄と生配信してみたっていうやつあるんですけど、めっちゃ面白いんで見てください。今年の4月ぐらいに出した私は正真正銘の現役女子高生ですっていう動画に電話出演してくれたしか言わない友達、あの友達がめちゃめちゃイケボで喋ってるんで、ぜひ見てください。ということで、本当のタタ